あ、どうも、あの、お休みのところ、ご苦労様でございます。あの、遺伝研の高校です。あの、僕も、九大にいたことがあって、あの、今日、これこそ、あの、こっちでおっしゃってる小原先生に呼んでもらって、高木先生の推薦で、その九大に来させていただいたんですが、あの、なかなか、縁がなく、1年少しで去ることになりました。どうして去ることになったかが、お話を聞いていただくとなんとなく分かるんじゃないかと思います。何の話をしようかと高木先生と一緒に迷ったんですが、なんていうの、技術的なことをやってるだけの、グループではなくて、なんていうの、こんなにその長い間、高木さんとか川本さんとか大野君とか、そのみんなといろいろどうするべきかみたいなことを議論する仕事はありませんでした。それが少しでも分かっていただけたらと思って、なんていうの、みんながこれから、卒業するだけの人も多いのかもしれないけども、科学みたいなことをやるようになった時に、知ってるといいこと、教室で先生はおそらく教えてくれないことを、せっかくの機会ですので、少し吹聴したいと思います。もう伝えたいことはたくさんあるのよ。どうしてその、データベース統合みたいなことを始めたかっていうと、そのデータベースたくさんあるわけです。でどのぐらいあるかっていうと、数えられないぐらいあるんですよね。あの、論文の 特集号みたいなのが出てくるものも200、300、400、600とどんどん増えて何千になっちゃって、で、あのライフサイエンスのデータベースっていうことだけで、例えばその Google みたいな割とラフな検索で調べたらやっぱり何千何万ってありそうなわけです。で、その、あのうちよく使われるっていうのはごくごくわずかで、例えばさっき話して、あの、まあ、みんな知ってるかもしれないけど、あのボスさんとこやってるケッグなんていうのはひどくよく使われて、まあ、ジェンバンクなんていうのもよく使われるよね。 CBI にあるものは大体よく使われて、で、その、横にそのバラエティと、それから、縦に使用頻度を取ると、そのほんのちょっとのものだけがたくさん使われて、でも、ほとんど使われることのないものが、山のように続いてるっていう、これよくこの頃言われるロングテール分布っていうのになってるんです。で、そのロングテールのところじゃあ無視すればいいかっていうと、そうでもなくて、その、なんていうの、ハマる人にはまるようなデータベースがあるわけで、だからほとんど使わないけど使ってる人はすごく役に立ってるの。で、データベースたくさんあるから、だから、データベースの数、データベースをどれだけその、独立しているものをみんながこうシェアできるようになったら役に立つかっていうのは、これビントンサーフの法則って有名ですか？データベースがシェアできるようになったら、例えば3つシェアできるようになったら、その3の組み合わせでできるコンビネーションの倍数だけ、ユーティリティが上がるっていうことを、この、この人確か、チューリング賞かな、取った、有名なその計算科学の先生なんですけど、その人です。だから、まあ、シェアすればすごく便利になるわけ。データベース同士がお互いに問い合わせたり、データベースがよそにあるのを知ってたり、そうするとどんな質問でも答えてくれるようになるわけなんです。それで、その当然だからデータベースが増えてきたら統合利用しましょうっていうような話が出てくるわけなんですよ。ところが、そのじゃあどうやったらデータベースが統合利用できるかっていうあたりから、少しそのなんですかね、普通の学者さんと外れる、ことになってきたわけです。そのデータベース統合の、ごめんなさい、3側面というと、そうそう、例えばそのデータベースが統合されてないような例を見せましょうか。これあの学協会が出している学術用語集って知ってますよね。なんか教室に1冊あるでしょ。科学同人とか、それからマロゼンとかが出してる、見たことないですか、学術用語集。あんまりない、あのテクニカル単語できるでしょ。それで日本は科学を日本語でやりましょうっていうことになってるので、テクニカル単語は大体その日本以外の、まあ、そのアングロの国で出来上がるよね。でそれを
日本語っていうのを決めるのよ、その学会、学会でっていうか、学会でそれを分担する人が。それでこれが正当な翻訳用語ですよっていうのを決めたら、国語審議会っていうのにかけて、それを日本語で認めてもらうわけで、だからそのカタカナの仮名遣いとかさ、そんなものまで全部確率的にやって、各学会がこうやって学術用語集出してるわけで、学術用語集っていうのはみんなが使って正しい日本語、その正しい翻訳語が、広まるようにっていう目的で作ってるけど、これらが紙媒体で書棚に並んでた時代からもうその電子化されて検索できるようになってるんですが、その全体が、統合されていない。だから、化学編にも DNA っていうのが出てきて、デオキシリボ核酸と書いてあるところが、遺伝学編にも DNA って出てきて、それには違う、翻訳が開催するわけなんですよ。でそんなことは統合しないと分かんないし、統合しちゃうと簡単に、分かるよね。だそれがその統合する値打ちで、これが統合できてない現実なわけ。じゃあどうしてこんなものが統合できないのかって不思議に思うじゃないですか。それがですね、統合の三足、統合課題の三側面というところなわけです。わかります？これは割と力作なんですが、シンタクティック、セマンティック、プラグマティックっていう分類聞いたことはまだ3年生やったらないかな。僕もこれ最近、何でしたかね、山本君何やったかな、あれ自動翻訳やってる人か、ね、機械翻訳をやってる学生さんに教えてもらったんですが、その英語を日本語に直したりするときに、その、3つの問題がありますよと。一つは構文の問題で、一つは意味論の問題で、もう一つは運用の仕方の問題ですと。でこれがまさに僕の頭に引っかかってたデータベース統合の三側面の、説明にすごくハマったわけ。どういうことかっていうと、シンタクティックって文法だから形のことですよね。例えばその、こんなデータフォーマットですよとか、こんなデータベースの様式ですよとか、そういうことですよね。でそれが違うと統合とか総合運用とかしにくいんですよね。それから、意味論っていうと、例えば、みんなの、今まで説明してくれた人の使ってるようなデータベースの中で遺伝子っていうことがよく出てきます。ところがその遺伝子っていう言葉の定義が本当ははっきりしてないんですよね。例えばボーノ君が遺伝子と称しているものっていうのは、そのなんだっけ、 UCSC の、ゲノムにその CDNA をぶつけた結果を使って作ってるので、ボーノ君の言う遺伝子の頭っていうのは転写の開始点なんです。ところが、彼は知ってやってるわけよ。でそのことも書いてあるんだけど、でも遺伝子遺伝子って言って、 でも教科書読むと遺伝子の一番最初にはエンハンサーがあってプロモーターがあって、その下流に、転写開始点がありますって書いてあるよね。だから遺伝子っていうのは本当はそのエンハンサーの始まりから始まるんですよ。ところが、エンハンサーっていうのはすげえ上流にあって、まだここだって当てることができないわけ。だから本当の遺伝子っていうのはエンハンサーから始まるけど、運用上の遺伝子っていうのは転写開始点から始まったり、中にプロモーターだけ入れようっていうので上流1キロの配列を無条件に含んでいますみたいな人もいるわけで、そんな、あるデータベースは遺伝子にエンハンサーを入れてるし、別のデータベースは遺伝子を転写開始点から書いてて、それで遺伝子のマップはとか遺伝子の構造はとか遺伝子の GC コンテンツはとかデータベースがあると、それ、突き合わせると嫌なことになるよね。でそれが、意味論なんですよ。それぞれがデータベースで使ってるその述語がどういう定義なんですか。ちょっと退屈かな、ちょっと真面目かな、こんなに真面目でもなってもいいねんけどな。もうちょっと不真面目な感じになるかと思ったら真面目になっちゃったね。それと一緒なきゃなんだよね。それが、セマンティックなことで、この2つはね、その科学の問題なんですよ。だから、みんな解くのが楽しいし、なんていうの、みんな競争で解いてるわけ。バイオインフォーマティクスっていう人たちはみんなこの問題解いてるわけ。
みんなやっと考えたらなんとかなりそうよね。いいこと思いついたとかさ、頑張ってやってやったとか。でも本当にこれを阻害してるのは、例えばそのさっきの学術用語集のデータベースを統一するなんていうのは、まあ、シンタクティックの問題はほとんどなさそうよね。英語が書いてあって日本語が書いてあって、データベースって言ってもそのただのフラットファイルみたいなもんじゃないですか。で、セマンティックの問題は、まあ、辞書の統合の本当の問題で、同じ記号で書いてあることの日本語の翻訳が、違うんですかっていう話で、これは大した問題だから、じゃあどうしてできなかったって言ったら、そのプラグマティックの問題が阻害してるんですよ。で、この自然科学ってプラグマティックの問題は扱わないよね、普通。なんての、一般的な話をしてて、研究するのにさ、その所有権から始まったり利用制限から始まったりしなかったわけ、科学っていうのは。その霞の科学をやってる間は。ところが、その実社会とつながる科学をやりだしたり、それからデータとかね、データベースとかっていう、そのなんていうの、アーティファクトですよね。人が作ったもの、人が作って実際に社会に存在しているものっていうのは、天然物と違って、所有権っていうのがあるわけよ、誰のもので。結局誰のものっていうのがあるせいで、私のものとあなたのものの統合はいいですけど、僕の知らない人が僕のものを統合するのは嫌ですみたいな問題になって進まないわけよ。あの学協会なんていうのはまさにそうですよね。その所有権を持ってるつもりになると、なんていうの、コントロールしたくなるわけよ。その利用者をコントロールしたくなる。ここはやっていいぞとか、いつも俺のことを見とけとか、俺の恩恵に預かってるっていうことを感じとけとか。それで、そうやな、少し、それでね、データベースっていうのは、その容器に入った食材のような状態なわけなんですよ。それ、この容器ってやつが、所有権であったり、容器薬であったり、その、こいつの所有者だと思ってる人が、着せた所有権限の制限なんですよ。で、データベース統合っていうのは、一色にやりましょうっていうわけじゃなくて、こいつが瓶から出さえしたら、カレーも作れるし、シチューも作れるし、別に使わないものがあって、じゃがいものバター炒めもできるんですよ。だから、この、容器から出せば、統合なんていうのは、誰でも、楽しくできるわけなんですよ。上の問題片付ければいいだけやから。ね、これだから、君らにも参加できるわけなんですよ。ところが、法律をクリアしてくれなきゃみんな何もできないわけ。今起こってることは、だからデータベースっていうのが公開してると言いながら、瓶に入った食材のような状態やったり、それからなんていうの、その人参農家が自分家で、自分家の食堂で出してる自分家の人参を使ったカレーみたいな、ちょっと人参農家がそのもう食堂で出てるカレーってあんま美味しそうじゃないでしょ。でも、人参入れようと思うと、人参入りのカレーを食おうと思うと、そこでしかカレーが食えないような、そういう統合がたくさん起こってるわけなんですよ。で、なんかちょっとオーディエンスが違うかな。いやそうですかね。それでですよ。で、ここに戻ると次、そうやな、だから誰も取り組まなかった最大の課題っていうのは、プラグマティックな問題、社会上の問題、所有権の問題、そういう問題だったわけなんですよ。で、そういうことをこう知るにつけて、じゃあその、データとか論文に書いてある情報とか、そんなものが、科学では自由に使えますっていうふうに習うよね。でも、それがデータに関してはデータベースで公開するっていうやり方が、自由な利用を阻んでて、データベースってちゃんとさ中に入ってきた人と、みんな、データベース使うときにさ初めてログインしたらなんかこんな、スクロールできる長いわけのわからん法律的な文章が出てきてさ、同意するとかしないとかにクリックさせられることあるでしょ。あれがまさに、データベースに、データをデータベースにする、目的なんですよ。あれ、なんつったっけ、クイックラップアグリーメントとか。だから、あれで利用者
入れとかなくて FTP サイトやったらあれできないよね。データベースにするせいであれで全員と契約して、その時に、割と恐ろしいことを書いてるものがあるわけ。これを使って、苦労して研究して、その論文を書く時は、自分の名前を入れてくる。これぐらいはいいよ。でもそれが何か知財になったら、その 30% をよこせとか、こんなことが書いてある場合もあるわけ。これアカデミーの話ですよ。で、あれをやるためにデータベースが使われてるって側面があるわけなんですよ。で、いや、その、そういう、なんていうの、どうして人をそんな風に走らせるかっていう と、データ自体にはね、その、昔、そのクレイグ・ベンターっていう人が、無作為に CDNA のシーケンス、EST って言われてるやつですけども、して、それに全部、パテントをファイルしたことがあるわけ。その、人のタンパク質で何かの役に立ちますよ。でも、それはその、特許政策としてそんなものに特許を認めると、後の研究を阻害するでしょ。あいつどうせあいつのもんやから、それのキャラクターライゼーションがやりたくない。だから否定されたわけで、ゲノムの配列とか EST とかスニップ全体とか、そんな、なんていうの、特定のダウンストリームのアプリケーションが、明示されてないような配列みたいなものには、知財は認めないということになったわけだから、特許は守られないよね。で、それから、じゃあ著作権はどうかっていうと、あれはそのどんなデータであっても、著作権が認められるものっていうのは、誰かのクリエーション、創造的な、ものであれば著作権が認められるわけ。だから、2ワードとか3ワードの、短いフレーズっていうのには著作権じゃないけど、5とか6ワードになると、倍の数がすごく大きくなるので、6ワードぐらいの組み合わせのセンテンスを書けば、どんなものを君たちが書いたとしても、その時点で、放置すれば、それは君らに著作物として著作権が与えられるわけなんですよ。で、それに比べると、DNA 配列とか、スニップとかいうのは、富士山の高さなんかと一緒で、なんていうの、誰が測ろうが一緒でしょ。だから、その、測った人の、クリエイティビティは無関係なので、著作権が認められないわけ。で、そうすると、特許は出せない。で、著作権も認められない。ってことは、人に見られちゃったら、人に、これがまたデジタル時代の新しい、影響なんですけどね。デジタルデータは見つかっちゃったら、バッと黙ってコピーされて、全くその、劣化することなくコピーできるでしょ。そうすると、もともと俺のだよって言えるわけ、コピーした人が。で、そういうふうにその、権利で保護されてないので、でも、でっかいデータなら、さっき言ったようにそのデータを1種類持ってると、残りのものに1種類加えるだけでそのユーティリティは上がるのだから、自分が、隠れて持ってると、いいことがあるわけなんですよ。みんなが使えるデータ、プラス1を僕は持ってるということで。で、それでその、隠したい。でも、公開するとなったら、ある程度自分のコントロールのもとに、公開したいという気持ちになっちゃうんですよ、みんな。そのせいなんですね。じゃあ、その、ここでその科学って何だって難しい話になるんだけどな。大工さんになるのと、まあ似てるのかな。
その科学者になるわけよ。それで先生がいいって言ってるものの一般化をして、こんなものがいい、これがいいサイエンスだとか何とか言うわけ。それで絶対にその、パブリッシュしない人は消えなきゃなんないとか、そんなことをその、なんていうの、バイブルのように言うわけよ。でも、本当は何をする人かっていうのは、ろくに定義されてないし、そういう規律で動いてるもんでもないんですよ。で、科学者って職業研究者って言った方がいいかな、職業研究者の振る舞いを決めてるのはやっぱり欲得なんですよ。職業研究者の振る舞いは特に、日本やったら職業研究者の振る舞いっていうのは大体みんないい論文を書くっていうこと、そのためなら何でもします。で、そのともかくいい雑誌に論文を書くのがいい科学者だっていうことで、まあ大体の人のやってることは説明できます。で、それどうしてかって言ったら、いい雑誌に載ると、例えば僕はネイチャーが何本あるとかセルが何本あるとか言うと、それなんて業績になるわけ。それで業績っていうのはその、胸張れるだけじゃなくて、例えば就職の時に役に立つね。その同じポジションを争ったら業績がいい方が勝つ。それから、研究費を申請するでしょ。でその時に今までどんな業績がある人かっていう業績リストで、この人にはお金たくさんあげるけどこの人にはあげないとか。で、業績があれば研究費が取れて、研究費が取れるので研究がもっとできて業績が増えて、でいいとこ就職アカデミックポジションが取れるので、ともかく業績があれば、生きていけるようになってるわけなんですよ。業績っていうのは、どんなインパクトのある、どんなサーキュレーションのいい雑誌に何歩あるかみたいな話になるんですよ。で、じゃあその、雑誌に、載せるかどうかっていうのは誰が決めるかっていうと、まあ一応ピアリビューがあるって言いますけれども、雑誌のエディトリアポリシーっていうのが大きいわけよ。今こんな仕事が欲しいとかさ。で、全員科学者が論文に載るとなったら、そのことをやるとしたら、科学をやる内容なんていうのは、雑誌社がこんな仕事をたくさんアクセプトするよっていうふうに決めたら、いっぺんに変えることができるんですよ。で、それを昔やったのが、ニュークレイクアシッドリサーチって雑誌なんです。で、NIR っていうのは、その、今、その、みんなが当たり前と思ってるジェンバンクとかへのデータのダイレクトサブミッションみたいなのを考えた賢いエディターがいて、ともかく、タンパク配列なんか、いや、アミノ酸配列、いや、DNA 配列なんか一つずつ見てても分かんないから、たくさん集めたいと。たくさん集めて比較したいと。何か、その、今のバイオインフォーマティクスみたいなことやりたいと思った人たちが、こいつらに、その、シークエンスをガンガン決めさせようぜと。今みたいに簡単に機械がないから、シークエンス決めるってめんどくさいよね、プロにして。で、それをみんなに やらそうぜと。やらして自分たちが眺めようとしたんで。で、それの一番簡単なやり方は、何でもいいから、cDNA のシークエンスが乗っかってたら、アクセプトして、業績1点上げますよっていうこと。で、それした途端も山のように集まったんだ。で、NIR はその後で次、その、リストリクションフラグメントレンズポリモルフィズムっていって、多形解析をやるようなそのマーカーが必要だと思った時は RFLP マーカーを、一つでも見つけたら論文一本にしてあげるよっていうのをやってたくさん集めて、でそんな風にだから、みんな、なんていうの、頭良くてクリエイティブで自発的で創造的だと思ってるその先輩研究者は、雑誌に操られてるわけ。もう意のままになんだかちょっと悲しくなるよね。それで、だから、隠れた空腹と書いてあるのはまずクレジットなわけですよ、ね、クレジットっていうのが学者の意思を保証する通貨になるので、雑誌社が発行するクレジットなので雑誌社に操られてる。じゃあ、データはどうかっていうと、さっき言ったようにその、今度は知財ってことがクレジットになるわけなんですよ。なんか、あんまり若い人にいい影響を与えない話かな分かんないけど、まあ、職
ショックなことも世の中あるわけですよ。でもなんとなくぼんやりしてた消化学者って何かしらみたいな。でもそんなことじゃなくて、みんなその、人間の、なんていうの、欲につけ込んで、駆動されてるのが科学で、で、データに関してはそれがないから、だから論文はだからどんどん出るよね。論文はバンバン出るでしょ。その書きゃ業績になるからみんな論文書くの一生懸命なので、あれだけ報告が集まるっていうのはなかなかないよね。で、データもあんな風にコーチになればいいけど、データはそのさっき言ったように守られていないのでどんどん出てこない。それからデータを出してもクレジットが与えられないのでどんどん出てこない。データをいくつみんなとシェアしましたかっていうので、就職できたり、研究費取れたりしないからね。で、そうだな、なんか暗い話になっちゃったね。もうちょっと後で話題とか、最後明るくなるんじゃないか。あ、そっか、そうですね、そうですね。それでは、そんな風にそのなんていうの、雑誌に操られたり、なんていうの、知財を認めるかどうかっていうのに操られたり、面白くないでしょ。だから本当に、僕らがその実現したいその科学社会っていうのは、なんていうの、みんな条件一緒でさ、その研究費がなくてもあってもできて、でそのクリエイティビティだけで勝負したいような、そんな世界がやりたい。誰でも参加できて、まあでも寝言みたいな話ですけどさ、データがみんなシェアされて、それから論文が誰でも読めるようになって、今論文そのお金払わなきゃ読めないでしょ。で論文が世界中誰でも今その、お金回収しようっていう人たちが辞めたら、そのアフリカとか中南米とか含めて誰でも全部論文読めるんですよね。だからそういう時代は作ろうと思ったらできるわけよ。データがあってそれをみんなシェアすれば誰でもすごくたくさんのデータが使えて、あらゆる知識にアクセスできてね、でそんな時代を作ろうっていう人たちが、僕らだけじゃなくて、2000年ぐらいから世界中に現れてきています。で、そんなのをね、その、オープンアクセス運動とか言ってるんですよ、そうだな。で要はその、情報が、みんなに行き渡る、情報が全部シェアされるような社会になったら、情報技術のここでやるべきことっていうのはみんなのクリエイティビティをアシストするような仕事だと思ってるわけなんです。で情報技術でこの、日本人の好きな、勤勉とか忍耐とか努力とか反復みたいな、そういうものを全部排除したいと思ってるわけなんですよ。またその、情報技術にはそういうことをやるだけの、ポテンシャルが十分あるわけですよ。で、であと、まあ、あのクリエイティビティアシストツールの、話をするんですけど、例えばその、まあ、つまんないことよ、その、前段がでかいけど、そうやな、もうやめとこか、この話は。CC の話をしてます。あ、クリエイティブコモンス、あ、CC の、コモンスは CC の話する？あ、ほんと？じゃあね。ここの URL に行ってくれると、クリエイティブコモンズの、一つのブランチのサイエンスコモンズっていうところの活動として、活動の報告、説明を、スピルバンクスっていう人がしてるムービーが、まあ、字幕付きで出ます。で、これ自分で見てくれると、ことが出ると思うんですけれども、要は、科学雑誌もね、あ、これ読んだ方がいいか、
これね、全部で10分ぐらいなので、家帰ったら見ないかな。まあ、時間は続くだろうね。みんな見てくれます？だからね、まあ、短く言っちゃうと、さっき言ったように科学をやる条件っていうのは、新しいデータを取ろうと思ったら予算がいるけれども、人の取ったデータが自由に使うとなったら、まずその、測定器持ってる人と持ってない人でそんなに、差がなくなるよね。だからデータが全員に使えることっていうのが一つね。それから、なんていうの、過去にどんなことが分かったか知らなきゃならないから、全員がその科学論文を読めるっていうことが大事ですよね。で、その2つを実現しましょうっていう、実現するためにはっていう話で、その時にその、みんながあんまり得意じゃない分野の、科学論文っていうのは、よく先生が、講義の時に、論文をコピーして配っていいかとか迷ってる先生いるよね。これしたら著作権違反になるのかなとか、あんな時に出てくる著作権っていう問題があって、でその著作権のせいで、情報技術を使えばできることがかなり制約されてるって、その読めない人がいるっていう、有料で売られてるから読めない人がいるっていうだけじゃなくて、デジタル技術が可能にすることがの、かなり重要なところができなくなってるっていう話です。例えばその先ほど自然言語処理の人たちの話をしてくれたけど、論文があるでしょ。でその論文が、テクニカルタームたくさん出てくるよね、遺伝子の名前とか。でそんなものが、全部クリッカブルで、例えばウィキジーンとかそんなところに飛んでいけば便利だと思うよね。でそんな仕組みを作って、公開しようと思ってもできないですよ、著作権のせいで。著作権っていうのは自然にそのさっき言ったようにものを書いたらクリエイターに何にも宣言しなくても自然に与えられちゃうよね、それに対する著作権が。でそうすると積極的に放棄しないと全部、何をやってもダメっていう権利なんですよ。それで、学術論文っていうのは、クレジットを与えることができるでしょ、ね、さっき言ったようにその学者は、論文投稿するためだけに生きてる人が多いので、そうするとそのクレジット論文に出してあげるよっていう条件でパブリッシングディールの時にその著作権を全部、うちによこしなさいっていう契約を交わすのよ。そうすると、学術論文全部の著作権っていうのは学術商業出版社が握るわけなんですよ。そのせいで自分で撮った写真であっても転用できないとか、他人の写真を別の他人の論文からね、写真を3つ撮ってきて、これはこう、あれはこう、これはそうみたいなことが簡単に言えるとすげえ便利でしょ。でもそれは、出版社に譲り渡した著作権の制限でできないわけ。だからインデックス付けはできない、それからリミックスみたいなことができない、あらゆることができないのよ。だから本当はデジタル情報になってたら世界中の人が見れて、それで自由にリミックスできるような技術的には可能なのよ。さっき言った、セマンティックにもプラグマティックにも、いやプラグマティックですね、セマンティックにもシンタクティックにもできるわけです。でもプラグマティックな理由でそれができないから科学が進まないみたいな悔しい状況にあるので、みんな学術出版に著作権を全部あげちゃうみたいなバカなことやめようぜっていう圧力団体みたいなものが存在して、それからピアリビューに回る前のプレプリントってやつはまだ著作権売り渡す契約してないので、書いた著者皆さんのもの、僕らのものなわけです。どうしようがいいわけ。それが2つ3つ用語が直っただけでアクセプトされちゃうと著作権、そのものは出版社のものになっちゃうけど、もともと僕らが、ワープロで書いた文章や僕らが撮った写真を貼り込んだものは、僕らのものなので、それを明確にこれは著作権を放棄しますよって言って自分のホームページにアップしたり施設のホームページにアップしたりするっていうのが、セルフアーカイビングっていうんですよ。だから初めはその出版社と戦うのにあれ、セルフアーカイビングをみんな始めたのね、推進したわけ。そのスパークっていうやつと図書館団体みたいなのができて、で、それからその圧力運動から、そうだね、クリエイティブコモンズなんかは、そのスパークと一緒に長く働くんですよね。でそれから、オープンパブリッシングって時代になるわけ。それは、研究者が学術出版じゃなくて
研究者が集まって雑誌を始めたんです。でこれは著作権を著者から奪わない雑誌です。だから、読者からお金を取らない雑誌です。その代わり、サブミットする人から少しお金をいただきます。それがパブリックライブラリーオブサイエンスとか、そういうそのオープンパブリッシング系の雑誌です。で、みんながあんまり、見聞きしない、みんなの先生もあんまり見聞きしないところで、科学をドライブしている仕組みが今そのせめぎ合ってるわけで、そのせめぎ合いを起こしている理由は、ここに書いてあるようにデジタル技術とインターネットなんですよ。このおかげで、論文が全部電子データになって、そのインターネットにつながって、そのせいで誰でも見れるようになったり、リミックスしたりするようなことが可能になったわけで、でそいつが、可能にしたことが旧来の制約でできないので、どんどん、そういうことを自覚的になって変えていこうっていうようなアクティビティがあるわけなんですよ。で、アメリカの政府なんかはそんなものを理解して、その、なんていうの、自分のところ、NIH ですけどね、NIH からグラントを取った人たちは、必ずその論文をオープンアクセスにしなさいとかいうルールを作って、そうやな、ごめん、この、ムービー、やめていいかな。どのぐらいの数だろう。これ、これだけの国の、これだけのファンディング機関って分かるかな、研究費を出すための機関ね、その、日本だったら JST とかさ、あるよね、あと役所がそのまま出すところもあるよね。で、そんなファンディング機関ですよ。で、例えば英国のファンディング機関っていうのは、このリサーチカウンセルっていうのが、学術、美術全部のほとんどを政府系のお金を出しているファンディングエージェンシーで、そこが1つを除いて7つのうちの6つがその論文に関しては、商業誌に出すだけじゃなくて、出す時に、6ヶ月だけビジネスする、猶予を与えたら全部、政府系って言うと日本では聞こえがあるけど、市民のための、誰でも使えるレポジトリに入れなさいっていうことを義務付けてて、データに関してもその、当初の計画の利用時期が過ぎたら完全にシェアしなさいというようなことを義務付けてます。まあ、世界中でそのこういうファンディングエージェンシーが取り決めをしてるんだよね。それだから、狙ってるのは雑誌社が、ガバンしてた科学から、市民が、まあ日本はそんな感じがあんまりしないけど、欧米の国っていうとその政府と市民っていうのはその市民のコントロールがよく政府に効いてるので同じですよね。市民がコントロールする、だってパトロンですからね、税金払ってるような科学に変えて、でそのことでもともと科学なんてほとんど税金で、世界中ほとんど税金でやってるもんですからね、誰でも使えるようにデータも論文も誰でも使えるようにして、本当にそのクリエイティビティの勝負にしようとしてるわけなんですよ。で残念ながらその我が国はまだそういう動きがないので、高木先生とかその僕らしきりにその名三角にして、こういうことをしなきゃならない、だってこれをしてくれなきゃ、データベースの統合なんかさっき言ったように進まないよね、言ってるところなんですよ。で、まあクリエイティビティアシストツールはあんまりにも賠償だからあんまり説明しないよ。でも後で、藤井さんが説明してくれるようなものっていうのは、まあ、一種のクリエイティビティアシストツールですよ。どんな人でも、クリエイティブに仕事ができる